なんか今日ちょっと生き生きされていますね。はい、そりゃそうですよ、はい、後輩、はい、後輩我らが、はい、あのキャプテンね、キャプテン、あ、じゃあ大学大学史上最強1、2番コンビって言われてて、で僕はだからずっと、まあ、プロ野球の世界で1番とか2番とか打ってましたけど、このお二人が卒業するまでは1番と2番を打ったことが一度もないという。今さ、この時今なんかありがとう、ありがとう。こんにちは、岩 TV でございます。岩さん、今回はなんと岩 TV にこの方、うん、ゲストが来ていただきました。元阪神タイガースの赤星憲広さんと、亜細亜大学時代岩さんの同級生で、シドニーオリンピック日本代表にもなられました前 NTT 東日本野球部監督の飯塚智広さんでございます。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。嬉しいですね。あ、なんか今日ちょっと生き生きされていますよね。そりゃそうですよ、はい、だってもう後輩、後輩で我らが、はい、あのキャプテンね、キャプテン、あ、じゃあキャプテンお二人が今日ゲストに来ていただいて、二人でゲスト来るってなかなかね、結構ゲストの方一人って多いですからね、はい。じゃあ今回あの全員が亜細亜大学出身ということで、現在解説者赤星憲広さんと飯塚さんがシドニーオリンピック、そして岩さんと飯塚さんが NTT 東日本の指導者という共通点があるということで、いろんな秘蔵話が聞けると思います。ではまずこのフリップがありますので、このフリップに沿ってこのトークテーマいろいろ今日ありますので、こちらで話をしていただきたいなと思います。一応時系列ではこの右上からこういう感じでちょっと時系列で一応並べてはいるんですけど、もうあのどこを選んでいただいてもいいということでね。だけど、はい、出会いから話さないと始まんないでしょ。そうですね、はい、ちょっとどういう感じの出会いでどういう印象だったかとか、そんな話もなんかね聞きたいなと思っております。はい、まずは出会い行きましょう。じゃあ最初それぞれの出会い、こちらからそれぞれの出会い、はい、行きましょう。まずあの大学からですね。そうです、そうです、はい、だから僕と飯塚さんが同級生で、同級生ですね。で出会いは最初 の, あのセレクションで、はい、で夏のね、はい、高校3年生、そう、8月の終わりぐらいにセレクションで会って、はい、で今東芝でコーチやられてる安田っていうのと、はい、飯塚さんが同じ高校から2人入ってきた、はい、あ、なるほど、はい、同じ部屋だったんだね。同じ部屋で、はい、あとあの狭山が丘から来たあの NTT東日本で一緒にやった高橋っていうの、はい、高橋さん、高橋健二っていうのも、ね、健二さん、はい、いたんだけど、はい、それも同じ部屋で、はい、っていう感じで、で大体どこのあれだよね、高校から来たのもみんな上にアジアの先輩がいたんだよ、はい、あ、なるほど、そうですね、はい、で高校の先輩が、そう、はい、こうみんなさセレクション行った日の夜ご飯連れてってもらってるわけよ、先輩に。ああ、なるほど、はい、本当、ああ、行ってない、行ってない、はい、安田、はい、この3人だけ部屋でずっと待機、はい、誰も誘ってもらえない、だって行ったことないんだから多分。あ、なるほど、はい、アジアにね、はい、多分みんなどっかね、なんかお好み焼き屋だ、なんだろう、多分どっかしらには、はい、連れてってもらったけど食堂のご飯食べてそのまま部屋にいて、はい、みんなの帰りを待つっていう、ちょっとなんか寂しい思い出ですね、セレクション。実に面白い。なんか赤星さん、はい、僕はあのそのセレクションすら行ってないです。あ、行ってない、そう、はい、ああ、行ってない、来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 てない、はい、来てない、そうか、あれでしょ、2億が来たら知らない、知らないんですよそうなんです。あ、それなんかね、岩さんがお聞きしました、はい、僕はあの本当に最後の最後でアジアに拾ってもらったですよ、うん、あれ、はい、どっかと大学、僕本当は地元が愛知なんですけど、はい、愛知の大学に行くつもりだったんですけど、そっちでセレクションで落とされたんですよ。それだからアジアよりもはるかにレベルが低いところのセレクションを落とされて、めちゃくちゃ見る目ないですね。いや、ほんでもう行くとこなくなっちゃったんですよ、どこも、はい、だからもう変な話、浪人して自分で勉強してどっか入ろうかなと思ってた時に、はい、たまたまあのアジアの OB の方で、はい、あのジャイアンツの後藤さんのお兄さんが、はい、あのアジアの OB だったんですよ、はい、うん、でその方がもともと愛知の高校の指導者をされてたっていうので、うん、はい、あのうちの高校の監督にちょっとアジアなんとかお願いするからどう、はい、って言われて、いや、もう行けるんだったら行きますぐらいの感じで、
一人だけなんか練習参加、俺それ覚えてる、はい、俺も、はい、あの室内でしょ、あそうです、雨降ってて室内に来て、はい、なんかあれ盗塁練習じゃないけどダッシュパッてやったの、はい、俺のここにいたの後ろに、はい、パッていったら俺のもう5メートルぐらい前にいたから、ね、早いなこれっていう、あそのそう、それを鮮明に覚えてる覚えてる、そうなんです。でまあ本当にギリギリで、で本人が入る気があるんだったら当時の内田監督が、はい、来いよって言ってくださって、はい、でだからもういわゆるなんか2期推薦みたいな感じで取っていただいた、ショートだよね入った時は、そうだね、ショートだね、ショート行ってサード行ってたよね、そう次サード行ってレフトライトとか行って、そうそうそうなんですよ、そうそうそう、いろんなポジション、はい、あそうなんです、いやもう僕が入った時はだってもうお二人がもう1年生の時からずっとバリバリレギュラーに出られてて、セカンド、はい、センター、はい、この方たちが1年生からずっとレギュラーで出てるわけですよ、はい、だ僕なんか入るスペースがないわけですよ、なるほどなるほど、はい、いや入ってたよ入ってたじゃん、いやいやいや、はい、入ってたよ、もう追い抜いてましたからね、そうそう、いやで追い抜いてた、追い抜いてた、はい、足は確かに、はい、本当にだから先輩たちがいたんで、はい、で先輩たちがずっと 1,2 番コンビだったわけですよ、はい、あの大学史上最強 1,2 番コンビって言われてて、で僕はだからずっと、まあ、プロ野球の世界では1番とか2番とか打ってましたけど、このお二人がいたので、このお二人が卒業するまでは1番と2番を打ったことが一度もないという、井端さんこれぐらいでいいですか、あ今なんかありがとう、ちょっと浸ってたよ、ありがとう、ありがとう、ちょっと気持ちよかった、ここまでね、はい、赤星さんにねプロ野球史上こう最強の1番みたいな感じでしょ、はいね、そこまで言わしてる飯塚さんすごいでしょ、そうなんですよ、いやいやいや、いや今日本当にね、すごかったの、足もね、速かったの回転が、あ回転が、はい、回転は速いよね、いやいや速い、だからね、はい、一緒に走ったらね、勝てんじゃねえ、勝てんだけど、はい、回転だけ見たら負けそうなんだよね、うん、見栄え中心、すごい、はい、速く見えるという、そう回転が速い、はい、で、もともと高校までピッチャーだから肩も強くて、そうですよね、うん、はい、そう、またあと高橋っていうのがさ、はい、その時にね一緒にこう部屋にいてさ、うんうん、自己紹介まずするじゃん、はい、そしたら二松学舎湘南の飯塚安田です、はい、堀越井端ですとかさ、はい、高橋健二がさ紹介すごいの俺高橋だけど、あの埼玉では平岡高橋かって言われて、平尾って知ってるし、平尾さん、はい、平尾さん、はい、東の、ね、もうこれ大宮東、当時俺の中ではスーパースターよ、ああそうですよね、高校 の, そのショートでナンバーワン平尾、ね、埼玉では平岡高橋かって言われて自分で言ってしまったこっちはさもうスーパースター扱いだよね、すごいんだすごいんだそしたらセレクションで最初自己紹介、次の日セレクションやるわけだから、はい、ただセレクションやって守備見た瞬間にあれっていう感じだったんですよ平岡高橋かっていう言ったのに なっていう感じで、なるほど、だいぶ自分で上げて、そう実際見たらそうだったんですね、多分その話はお二人はできると思うんですけど、僕容易です僕からしたら先輩ですからもう二十何年経ってるわけじゃないですか、いやそういう問題じゃない、アジアはずっと先輩ですか、ちゃんとまだピリついてます、そうではないですよね、はい、いやピリつきはないですけど、ピリつきはもうないですけ ないんですけど、はい、当時からないですよ、あの語弊があるとあれなんですいや僕は当時からないでしょ、いや確かに飯塚さんはあの、はい、なんだろう、部屋もね、はい、隣とかでしたよね、そうだね、そうだね、はい、だったんで一緒だったじゃん、いや、それは1年生の時じゃないですか、1年生の時、そう、1年、僕が入った時は同部屋だったんですよ、あ、同じ部屋だけど、はい、4月ぐらいまでだよね、そうです、あのちょうど寮が入った瞬間、ね、回収するみたいな感じで、入って何ヶ月間だけ伊庭さんと同じ部屋で、まあ、すごいなんか緊張する5人部屋ぐらいの、そうだね、5人部屋です、最初5人部屋とかでしたね、なんか、あ、じゃあ1年生で入ったらやっぱ気を使いますよね、それも各学年大体1人ずつぐらいの部屋割りだったので、うん、なるほど、だからもう1年生はもう正直だから当たりの部屋とかあったんですか、あ、それあります、多分、なるほど、あります、はい、絶対あると思います、俺の部屋は、いや全然当たりでしょすごい、いやだから もちろんだから井端さんがまず2年生でね、はい、レギュラーでおられて、でそのチームのエースが3年生でおられて、はい、はい、飯塚さんとは同部屋ではなかったんですか、飯塚さんとは同部屋ではなかったんですけど、はい、あの飯塚さん左打ちで井端さん右打ちだったんですけど、はい、やっぱタイプ的に僕も体が大きくなかったんで、はい、とにかくお二人が憧れだったんですよ僕はね、あ、はい、で飯塚さんのバッティングを
結構参考にしてこう同じ左バッターとして真似しようってしてた部分もありましたし、はい、とにかく飯塚井端をどう超えようかってずっと思ってたので、ただ超えれませんでしたけどね、大学の時は。今日いいね、今日珍しい、ね、飯塚さん、珍しい、ね、語弊があるからそれなんかいつも違うみたいじゃないですか。めちゃくちゃニコニコされてる、初めて、初めて、こんな持ち上げてくれたの初めて。いやいや、本当ですよ、実に面白い。なんか飯塚さんの赤星さんがこう、もうお手本にしようとおっしゃってましたよ、はい、いやいや、そんなことないです、はい、本当に僕は井端選手を見本っていうか、井端を超えようと思って、井端の野球についていこうと思ってたぐらい、あの出会いって話すると、はい、こんなやついるんだなと思って初めて見ました、野球を。どの辺がこう、井端さん、なんか球速いやつとか飛ばすやつとか足速いっていくらでもいるんですけど、はい、こんなに野球をこの年で知ってるのかみたいな、もうベテランみたいな、あー、そうなんですね、知能が、あの紅白戦やったんですけど、はい、後ろから見て動きとか一球一球こんな動くんだろう、と思ったりとか、そこに球が来るんですよね、はい、びっくりする連続で、あ、こう井端さんが予測したところに、はい、みたいな、わーって。それで4年間結局後ろから見させてもらったんですけど、はい、後にも先にもこんだけ野球すごい人いないなと思って。次は飯塚さん側から持ち上げる返さないといけない次は、ね、いや本当これは本当な、本当にそう思って、うん、僕らは、はい、そうなんですね。だから結構地味じゃないですか、井端ってあんまり目立たないですよね、正面にいたりするので。で僕ら一緒にやってて、これ多分プロこいつは行かなかったら見る目ないなと思ってたぐらいです、うん、スカウトの方は。やっぱり見てる人は見てたんだなと思って。今でいうなんかプロの内野手って、はい、例えばすごい、まあ、菊池選手とかすごいって言われるじゃないですか、うん、だけどそのポジショニングっていう部分でいうと井端さんって飛ばないで追いつくんですよ、うん、どうどうどう、あ、飛んだらすごいみたいなのがあるじゃないですか、ファインプレーっていうと、はい、うまく取って、はい、井端さんって飛ばないで取るんですよ。なんでかといったらもうその事前にポジショニングをコロコロ変えるんですよ、勝手に予測して、はい、でから飛ばずに追いつけるっていう、ずっと外野から見てたらすごいんですよ、うん、とんでもなく動くんですよ勝手に勝手に、はい、したらそこ来るんですよボールが。あ、なんか本当に予言者みたいな。でこれ一回僕忘れもしないんですけど、はい、僕がライトに行ってからまだ全然日が経ってない時にリーグ戦で、まあ、でライトの前にこう打球が飛んできた時に、はい、僕が、まあ、ちょっと目測を誤ってスルーしてしまった、はい、これお二人覚えてるか分かんないですけどスルーしてしまったことがあって、はい、したら普通は僕が取り行くか、まあ、飯塚さんがセンターからこうわざわざ来てもらって、はい、でもライト線ぐらいに行ってるんですよ打球が。あ、結構ちょっと深めにこう切れていく打球だったんですけど、はいはいはい、僕がやった瞬間に誰かが横を通り抜けてったんですよ。井端さんだったんですよ。え、だからやると思ってるんですよ僕が。あちょっとあの打球いやいややるとは思ってない。やるとだからなんか予測したんでしょうね。だから井端さんがその僕がスルーしたやつを取りに行ったんです。なかなか見ないですね。そうね、まあ、だから井端さんももちろんその打球に対して追っかけてきてたのは確かなんですけど、はい、もうやると思ったんでしょうね多分。 ある程度予測ができてたというか、そこもちょっとポジショニングというか、まあ、打球予測してこう、ね、あの時に僕やっぱこの人すごいと思いましたもんね。あ、井端さんですって。いや俺は普通にやってただけで、もう本人はい、違う、なんかあそこの大学スターだけど、あそこなんかあれじゃん、カバーはしろとかさ、うんうん、だからもうだからライトフライ行ったら邪魔しないように、うん、と俺も取るよみたいな、わかる、赤星、はいはい、だから赤星さんとか飯塚さんがこう普通に取る後ろにいたいっていうぐらいの最高のイメージね、うんうん、だから外野に後ろはいないけど外野に後ろはいるよぐらいの俺が言ってやるよっていう感じではいたんですよ。すごい、確かに本当にね、井端さんのそのカバーリングの速いイメージはありましたね。あの赤星さんはゲームやってたんで、はい、で、 そうで、ゲームやって何ゲームやってんだみたいな感じになって、当時何やね、プレステ、いやスーパーファミコンじゃないですか。スーパーファミをね、そう、はい、を3階から寮の3階から本体が灰色の本体がね、